ャデラックのブロアムだな。キャデラックブロアムね。これも長いね。全長5メーター以上だな。全長6メートルぐらいあるか。でけえな。下幅2メートル。キャデラック。ちょっと柳瀬で降ろした車みたいだね。ビッグビート。ちょっと屋根こうちょっと川張りっぽい感じね。川張りっぽい感じの屋根だね。この角がちょっとねいかついね。おお、まあ走行中は多分つけれるんだろうけどね。ちょっとアメリカっぽくていいね。熱い車両来た。ああ、どっか行った。おっ、なんかリゼットかなんか帰ってきたね。つくつくか、つくつく。なんだろう、昨日のコンテスタかこれは。おお、イスズのベレットか。ちょっとエンブレム関連がないもんで、ちょっと何の車か。んベレットか、ベレットベレット、なんかベレット。お、なんかいかついホイール入ってるね、これ。スピードスターのなんかマーク1みたいなの入ってる。ほほ。いかついホイール入ってる。またこれアメ車のやべえのね、ワイヤーホイールにスピンナーにハイドロかなんか組んであるか。まあ、シボレーだな。シボレーのこれなんだろうね。シボレーのフリートライね。フリートライ49年式シボレーのフリートライ、ほぼ着地車両、着地だね。ジャニーの GTR ドル来たね。あれ向こう、ビートルだね、ビートル。おお、ガチクラシックだな。これなんだ、モーリスでいいのか。モーガン、これはモーガン、イギリスのモーガン、モーガン。これはライレー、フォード、フォードな、フォード、モデル A ロードスター、ビートルだね、フォルクスワーゲンビートル、タイプ1、コンバーチブル、コンバチ、これビートルタイプ1か、タイプ1、タイプ1、イズム。うん、お、次はポルシェ、ポルシェ 356B、 ポルシェ。次もポルシェ、これは何なのポルシェ、ポルシェ912。これポルシェ、ポルシェエンジンでしょ。お、これなんだろう、アルピーヌか。すげえな、6連ヘッドライト。ここらカスタムされてんのか、アルピーヌ74年。すげえな、アルピーヌ86個潰したよ。なんだろう、これもアルピーヌ、アルピーヌルノー V6 ターボ。お、なんかバンパーついてないか。着地、これはなんだ、ジャガー、ジャガー E タイプ、E タイプ。
フィアット。フィアットのこれ850スポルトクーペか。850スポルトクーペ。アルファロメオ2000スパイダー、アルファロメオ2000スパイダー、ファミリアクーペ、ほら国産か、軽自動車乗った方が横で、初代の MR2、 そんなこと言うとあれだけど、初代 MR2、 うん、これアルシオネか、スバルの名車アルシオネ、スバル360か、スバル360で、おお、これがなんだ、これもスバル、スバルの R2、R2 ピカピカだね、 R2 作るか。これホンダのライフか、ライフ、いい具合のシャビ具合か、ホンダ S600、S6、S8、S6 の方か。自分の方か。うん。なんかヨタ8が来たね。ヨタ8。ヨタ8。だからヨタ8に乗るとこか。ドア当たる。予算8だね。予算8。ダットさんのフェアレディか。ダットさんフェアレディ。これ30の Z か。30。ブルーバード。ここブルーバードの SS。ブルーバード。林のホイール。林ね。ブルーバードね。結構フルオリジナル状態。ブルーバード。なんだっけ。チェリーか。チェリー。シェディワイドボディ、サニバン、サニバン、お、これも、何、ちょっと出てこんな、イスズだね、イスズ1179、1179、ランスランス EX、 お、これなんだろう、これランサー、ランサー GSR、 デボネア、デボネアだね、トヨペットだ、トヨペット、コロナか、コロナ、これは何だ、カローラか、カローラか、カローラか、ブリッドのバケットに、ちょっとレーサーのような感じ、これはこれマーク2か、
この方のマーク2はちょっとわからんな。マーク2これ一応クラウンか。でもその運転お肉裏保存だからか。お肉裏保存かい。でもせっかく行くんだ乗ってる中で、まあ、クラウン TS。 あこれまたセンチュリーか。センチュリーな、いつの方のセンチュリー。1976年センチュリー。こうセンチュリーで終わりだな。センチュリーで終わり。うまくなんかこんな感じね。